K1 オフィシャルグッズインフォメーション。 K1 ロゴグッズや T シャツなど充実のラインナップ。 K1 グッズでバッチリ決めてみんなで盛り上がろう。お求めは K1 ショップまで。久保への声援が集中します。中村さん、はい、トリプルメインイベント最後の試合に出陣ということになりました久保を、今どんな思いでご覧になっているんですか？まあ、本当にここまで大きくなって帰ってきたというか、まあ今までもクラッシュこういう舞台から慶安に出て戻ってくる選手ってなんかすごく顔つきも変わってなんかこうオーラを持って出てくる選手多かったと思うんですけど、はい、まあ、久保選手もやっぱり風格とかなんかやっぱりこの2年間でやってきたこととか背負ってきたものがすごくあったんだなっていう感じさせるような、なんかリングインでしたね。そうですね。で、笑顔がありました。さらに戦前にはその世界に通用する日本人という証明、そんなキーワードがありました。右をリードジャブにするサウスポースタイル、左のミドルキックも軌道が分かりづらい、その久保の攻撃。まあ、ただこのベナードは、まあ、映像見たんですけど、まあ、かなり強い選手ですよ。そのようですね。はい、ISK のタイトルマッチで尾崎選手に勝ってるトーマス・アダマンド・ポウロスと試合してるんですけど、はい、尾崎選手にあれだけ圧力かけて前に出てたアダマンド・ポウロスの方をベナードが下がらせたんですよね。はい、はい、それだけこう突進力とパンチの回転の速い選手なので、まあ、この馬力のある選手を久保選手がどう戦うのかっていうのは、ね、本当に対外国人という部分ではすごく、はい、大きな意味を持つ試合になると思いますね。まさに今の久保にうってつけというマッチアップですよね。はい、でそんな中でやっぱり久保はその体格を生かす攻撃、それから技のつながりが非常に見事優秀ですよね。そうですね。まあ、そうこのリーチ生かした攻撃プラスやっぱりこう自分から前に出てそれで倒しに行くっていうスタイルっていうのを確立させるっていうのは久保選手の中にあると思うんで、それがこのベナード相手に出せれるかどうかですよね。はい、今ベナードが前に出て離れませんでした。左のストレート、左のミドルキック、さらに左つなげていく。さあベナードがどれほどかというのを久保がしっかりと見切ったのか。距離が近くなっています。どちらかというと、はい、これはコーナーでベナードの方がホールドをしましたかね。はい、ちょっと久保選手左ストレートから圧力かけが出しましたね。ここですね。まず自分からという姿勢が見えます久保。クラッシュ VS ヨーロッパ3対3マッチ最後の試合です。前蹴りも腹部に突き刺さる。結果の久保選手今みたいなちょっと三日月蹴りっぽい前蹴りは前から使ってたんですよね。はい、はい、さらに膝、身長差はあります。ここまでそれを生かしてくるロングコンパスの久保、サウスポースタイルです。逆にオーソドックススタイル左側に回っていくのがベナード、そこに追撃のミドルキック、さらに縦蹴り。この辺りも非常に伸び伸びと久保が戦っているという印象。膝、この左のボディへのパンチとこの膝、このボディ攻めはいいですね。あ、これですね。はい、これはちょっとずつベナードの方も削られていくんじゃないですか、かと思えば上の攻撃はパンチ、はい、伸びがあります。もう本当に外国人選手が相手なんですけど、はい、久保選手の方がこうパワフルに見えますよね、動きが。そうですね。はい、そんな印象の中で第1ラウンド終了しています。ベナードの方ももうすでにここまで51戦47勝 27KO というレコードは脅威です。しかし臆することなく久保優太第2ラウンドを迎えています。第1ラウンドは自分から出ていきました。左、はい、さらにミドルキック、この左の蹴りからパンチにつなげるコンビネーション、ベナードはちょっと見えていないかもしれません ね、 そうですね。ちょっとこのミドルで下がらされてますね。あと結構こう組の攻防になって、まあ、クラッシュまあ、首相撲禁止なんですけど久保選手こう、はい、組になっても密着してこうボディにパンチ打ったりとか
細かく膝打ったりとか、はい、やっぱり この辺のテクニック、やっぱキックボクシングの経験もあるってのもあるとは思うんですけど、そういう自力の強さっていうのが外国人選手といることで余計目立ちますよね。でこのサイズの差ということで言いますと、注意1、組み付きに対してベナードが与えられていますけれども、あのライト級グランプリですね、まさにこれくらいの身長差の山本正弘を相手に、接近戦でも久保が足技で優位に進めた、それが思い出されます。まあ、本当に久保選手の試合を見ていれば、このクリンチだったりこの近距離の攻防というのは決してこう休んでいるものじゃないというのが分かりますよね。そこが引き出しとなっている、これがそうですね、パンチ膝、もう密着するとボディー殴られて膝くるんで、もうベナードがもう嫌がってますよね、こうなるの、右足を上げるようにしてガードした、さらに膝の追撃、久保の時間です。完全にボディー打ち、そして膝、もうガード固めるからもうあの組にすらできなくなりますよね、手が、で顔面がガラ空きになれば顔面のパンチ、非常にクレバーな印象もあります久保優太、パンチのパワーも上がった。で突進力といえばベナードなんですけれども、そうですね、ここでは左の前蹴りで止めて、ストップさせて左ボディ、右もある、左フックを振るってくるベナード、でも攻撃はかわしてさらにボディ、久保が何か相手の嫌がることをやっているという、そうですね、もう完全にペース掴みましたね。ユータコール、久保コール、巻き起こる後楽園ホールです。ノーキックもカットする、そしてボディストレート、左顔面へ、今ボディストレートがフェイントになりましたね。幾重にも重なる理論的な久保の攻撃、さらに蹴りから膝、おお、縦蹴りで倒した倒した、今足首から先を回転させてる、立ち上がりますが見えてなかったですね、今のハイキックは、ブラインドですか、はい、2ラウンド残り15秒あります。久保がパンチで出てくる、さらにベナードもなんとか距離を潰してこようという体勢なんですけれども、久保がそれをさらに自分の時間とします。第2ラウンド終了。久保優太、さあ最終の第3ラウンドを迎えます。64kg 契約、フランストリスタン・ベナード対日本クラッシュ久保優太、第2ラウンドに久保は左ハイキックでダウンを奪っています。さあとなるとという段階に入ってきました、完全にそれが見えます、パンチから膝、つながりがいい、それが最高の武器です。どの位置からでも攻撃を食らわせることができます久保、バックスピンキックもある、いやもう何でもできるぞというところを見せますね、もうプラスもう倒しに行く気満々ですね久保選手は、左膝もう一つ、近くなったらパンチもある、右の膝、相手の退路を完全に断つようにします。さらにボディ打ち、フックからアッパー、ベナードも前に出てきていますけれども、これもうローキックもだいぶ効いている、そんな中最後はテンプル、右フックへのパンチ、これは立てないでしょう、セコンドが倒る通り、
クラッシュのリングに上がらせていただいてですね、本当になんか帰ってきたっていうような、はい、感じで、僕ずっと競馬の主戦場にやってたんですけど、はい、はい、そうですね、僕はやっぱりこのように世界の選手とですね、戦ってやっぱり世界で一番になりたいんで、来年は本当にどんどん世界の強豪の選手とですね戦って、一個ずつ絶対勝つんで、そしていい試合を皆さんに見せますんで、どうか最近K-1 でちょっと僕テレビに映ったりとかしてないんですけど、どうか格闘技界も盛り上げれるようにここに頑張るって宣言するんで、どうか応援よろしくお願いします。